中継をご覧の全国の皆さん、そして、Zoom でご参加の質問者の皆さん、こんばんは。自由民主党総裁選挙管理委員会の新藤義孝です。同じく岡田博です。本日まで4日間連続で企画をいたしました LDP オープンタウンミーティング、いよいよ最終日でございます。本日はですね、憲法改正、少子化人口減少対策、そして地方創生、スポーツ文化振興、さらには教育、人への投資、こうした国の根幹的な課題についてのご質問をいただきたいと、このように思っております。で、今回ですね、この4日間のイベント、Zoom で参加したい、またお顔を出して参加してもいい、質問をしたい、このように言っていただいた方々が845名応募いただきました。その中から毎日100名を抽選で選ばせていただいて、この皆さんからですね、この今日はモニターでご参加をいただいていると、こういうことでございます。で、それ以外にですね、Zoom は出ないけどもメールで意見を言いたいという方が、1062名、ですから今回1907名の国民の皆さんに声をお寄せいただいて、そのまたこれを見ているたくさんの方々とともにですね、国民の声に応える政策討論会、自由民主党初めてのこの総裁選の企画でございます。ぜひですね、今日最終日しっかりと締めて、また良い議論ができるように心がけていきたいと思います。Zoom の皆さん、こんばんは。皆さんつながってますか？大丈夫ですか？あ、大丈夫ですね。はい。それからこの YouTube、ニコ動、Twitter、Facebook、それぞれの皆さんご覧いただいてます。コメントに入れられる方はぜひたくさんコメントいただいて、盛り上げていただきたいと、このように思っております。昨日はライブで18,500人、毎日だいたい2万人ぐらいの人たちがですね、参加していただいてますので、まさに2万人集会毎日やってると、こういうことでございます。どうぞ。それでは4人の総裁候補者を届け出順にご紹介いたします。河野太郎さんです。はい、こんばんは、よろしくお願いします。岸田文雄さんです。はい、こんばんは、お願いします。高市早苗さんです。こんばんは、よろしくお願い申し上げます。野田聖子さんです。こんばんは、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは始める前に改めて簡単にルールを説明いたします。 Zoom の100名の皆さん、できれば全員の方にご発言いただきたいんですが、時間の制約がございます。ですから、この時間終了までの間に私の方から指名をさせていただいた方に質問をいただくということにご理解ください。そして一つ前の質問をですね、回答している際に次に指名する方、私からチャットで連絡をさせていただきます。チャットが来たら次は自分だなということで準備をしてくれればなと思います。またお名前を呼びましたらば、このポップアップが出ますので、ミュート解除して質問いただくわけでございます。で、ご自身の質問の最中はこのミュートはその解除したままで結構でございますので、どうぞやり取りもあるし、途中で何か合いの手があれば入れていただいても結構ですと。ただ質問は1分以内でお願いをします。で、この質問が伸びてしまいますと他の方の質問者が減ってしまいますので、そこはくれぐれもですね、ご理解いただきたいと思いますし、もしあまり長くなるようですと私どもが割り込まさせていただきますので、それもご理解をいただきたいと、ご了解ください。それから特定の候補者への質問は NG、総裁候補者全員に向けた質問をお願いをします。またこの他の参加者や総裁候補への誹謗中傷、またご自身の PR などは控えていただきたいと、このように思います。はい、どうぞ。総裁候補の皆さんはそれぞれ1分以内で回答をお願いいたします。昨日同様、ローテーションでお名前をお呼びいたしますので、正面のカメラを見てご回答いただきたいと思います。討論会の最後に、それぞれの候補者から2分のまとめコメントをいただきますので、言い足りない部分はその際にお願いをしたいと思います。はい、それでは早速開始をいたします。最初の質問は、やっぱりちっちゃいお友達が来ている場合は Zoom にずっと待ってらんない可能性があるので、先に指名をさせていただいておりますが、今日もですね、またかわいいお子さんが応募いただいております。ゆいなちゃん。はい。あら、かわいいね。はい、ありがとう。ゆいなちゃんいくつ？
何歳ですか？5歳。あの幼稚園、保育園？幼稚園行ってんの。はい、ありがとうございます。じゃあ今日は自民党の総裁に立候補してる人たちに、あのゆいなちゃんから質問をお願いします。どうぞ。私はスイミングに習っています、他におすすめのスポーツは何ですか？はい、あの今ちょっとですね、あの少し取材が分かりました、ゆいなちゃんは今スイミングを頑張ってるそうでございます。で最近は空手にも興味があるということで、この子供におすすめのスポーツは何がいいか、それを聞きたいと、あのぜひご自身のですね、各あの候補者の皆さんのご体験も交えて、あのゆいなちゃんに答えていただければなと思います。それでは河野さんから回答をお願いいたします。はい、あのスポーツはたくさんあります。サッカーもあればミニバス、野球、ソフトボール、いろんなのがあると思いますけども、もうゆうなちゃんが一番見てて楽しそうだと思うものをあのやるのがいいと思います。好きなものが上手になるのがやっぱり一番嬉しいんではないかなと思うんで、あの見ててゆうなちゃんがやりたいと思うものをしっかりやってください。次に岸田さんどうぞ。はい、スポーツ、いろんなスポーツがあります、このみんなそれぞれ、好きなスポーツに打ち込むことが大事だと思います、私は、野球、ソフトボール、これが今までの人生の中で最も好きなスポーツです。学生時代は野球に打ち込みました、ぜひゆいなちゃんも自分の好きなスポーツ、しっかり打ち込めるスポーツ、しっかり探して、そして頑張ってください。以上です。高市さんどうぞ。はい、ゆいなちゃんがスイミング行ってるって羨ましいなと思います。さなえおばさんはですね、クロールだったら25メートルが限界、まあ、平泳ぎでも50メートルが限界です、ゆいなちゃんはもっとたくさん泳げるのかなと思います。本当にもう好きなスポーツをやればいいと思います。ちなみに私の場合は今までやったのは、あの一番部活動で長くやったのはバスケットボールでした、それからあと野球と、まあ、剣道もやっていました、まあ、それぞれ、素晴らしい、まあ、面白さがありました。なんかテレビで見たりして、オリンピックもあったしパラリンピックもあったから、テレビで見て、あ、面白そうだなと思ったもの、何か頑張ってみてください。ありがとうございます。野田さんお願いいたします。こんばんは。私は小学校から、社会人、大人になるまでサッカーをしていました。私が始めた頃は、女子サッカーのチームがなくて、いつも、自分の学校の仲間たちと試合をして、今ゲームをしていました。でも今は女子サッカーも根付いてきて、なでしこジャパンといってオリンピックに出られるようになったし、社会人リーグもあるし、さらにはこの9月に女子プロサッカーリーグもできたので、自分の好きなスポーツをしながら、自分がお金を稼いで生きていけるような時代を女子サッカーも迎えつつあります。まあ、ちょっと現実的だけど、そういうことも情報としてお届けしたいと思います。いずれにしろ、頑張ってください。はい。ゆいなちゃん、わかった？どのぐらい泳げるの？いっぱい泳げんの？まだまだです。まだまだなの。あと何かやりたいことあるの？空手。あ、空手やるの。ね、何でもね、スポーツやれば体大きくなるからね。そしてどんどん元気になっちゃう。頭も良くなるよ。ね、だからいっぱい頑張ってください。わかりましたか？はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、ね、お返事が上手ですね。はい、ありがとう。さあ、じゃあ続いてですね。今度は、かなうさん、かなうさんいらっしゃいますか？はい、聞こえますか？はい、あ、大丈夫です。若い方ですね。はい、じゃあどうぞ、ご質問をお願いいたします。はい、
本日は貴重なお時間いただきありがとうございます。少し長くなってしまうので早速質問に入らせていただきますが、今日聞きたいのは、現役高校生である私自身が感じるいわゆる教育格差についてです、うん、今現在私は高校3年生で、私自身を含めて周りの友達もほとんどみんなが大学受験に向けて勉強しているんですが、その際に何の不自由もなく予備校や学習塾へ通える、参考書も買えるという人がいる一方で、私も実際そうなんですが、実際に経済的余裕があまりなくて予備校へ通えない人、さらには経済的余裕がないがゆえに学習塾に通えないというだけではなくて、バイトすらやめられないという人がいるという現状があります。家庭に経済力があるから良い大学に入れるというわけではもちろんないんですが、傾向としてはやはり出てしまっていると思います。ということは、結局生まれ持った家庭の経済力によって子どもの将来の経済力にまで差が出てしまうという現状になってしまっていると思います。このような問題について候補者の皆さんに何とかしていただきたいと思いで今回応募させていただきました。長くなってしまいましたがよろしくお願いします。はい、それでは岸田さんから回答をお願いいたします。はい、金尾君どうもありがとう。というように経済的な格差がこの教育の格差を生んでしまう、こうした現実があります。そしてさらに言うと、この経済的な格差が教育の格差を生み、そしてこの教育の格差が将来またその本人の職業の選択の幅を狭めてしまうという形でさらなる経済格差を生んでしまう、この経済の格差と教育の格差の負のスパイラル、これはどんどんと続いていく、こういったことも指摘をされています。やはりそれに対してまずは経済的な格差に対してしっかり支援をしていく、これが大事だということ、これは当然のことですが、やはり日本に生まれたこの子どもさんである以上、教育を受けるチャンスだけは平等に与える、こうしたさまざまな制度仕組み、これも用意することが大事だと私は思っています。次に高石さんどうぞ。はい、まず一つは今の児童手当っていうのね、中学校までですよね。でこれを高校生まで18歳までに広げたいなと思ってます。まあ、それはどうしても受験料が払えない、大学に行きたいんだけど受験料が払えないとか、そういった人たちの声を聞いてきたからです。それからもう一つは塾には行けないんだけれどもフリーアクセス、ただでアクセスできる教材クラウドっていうのを作りたいと思ってます。まあ、これで勉強をしてもらえたら嬉しいなと思います。ただ一つ問題があって、小中学生には今パソコン一人一台っていうのが行き渡ったんですけどね、まあ、残念ながら高校生の場合はまだ全部の県が対応できてません。対応できたのが12の県しかないので、まあ、これが全国、まあ、しっかり一人一台、行き渡ればそのフリーアクセスできる教材使っていただきやすくなるかなと考えてます。野田さんどうぞ。こんばんは。短期的にはやはりコロナ禍で格差ができてしまっていますから、給付金等できちっと勉強なり生活が成り立つようなことを、まあ、しっかりと補正予算とか、まあ、次の予算なんかで、お届けできればと、まあ、届けなければならないと思っています。ただ中長期的にはその日本の大学の入り方が少し他の国に比べていびつで、やっぱり受験が頂点となってしまって自分の偏差値が決まって大学に入ってから本来するべき勉強をしてないんじゃないかなと、そういうところ、私は実はその米国の法律に基づいた日本にある大学に行ってたので、その差をすごく感じてました。でもう大学4年間でしっかりと学んで、まあ、サイバーなりさまざまなところに進んでいかなきゃいけないんだけど、そこが滞っていることもあり、入るは安く出るは難しいということで多くの、人たちが入学できるような体制を作り変えるべきではないかと思います。河野さんお願いいたします。はい、教育の機会の平等というのが教育を考えるときに一番大切なことだと思います。まず世帯に直接経済支援をするというやり方があると思いますが、それ以外に大学がこの合格者を決めるときに入試の点数だけでなくその子の家庭的なバックグラウンドも加味した上で
合格者を決めるというやり方があると思います。それからもう一つは大学の入試のあり方として、その大学側が決めるのではなくて、高校のカリキュラムをどれぐらいしっかり理解をしているかという試験をやる。そうすると予備校に行かなくとも授業をしっかりやっていればいい。その中でその子どもの、経験だったりバックグラウンドだったりスポーツだったりを見て選ぶというやり方があると思います。それから今回教育のオンラインほぼ解禁しましたので、高校によってはもう高校でいろんなオンデマンドの授業や補習を受けるようなことができるようになります。そうすればお金を払って予備校にも通う必要もなくなります。いろんなことを組み合わせてやっていきたいと思います。はい、金尾さんありがとうございました。今高校3年で大変ですね。声がどう？はい、そうですね、高校3年生で今授業も今週だけオンラインでやってたんですけれども、やっぱり先生方も使えなかったりするので、ここからやっぱりそういうのも必要なのかなって思います。はい、今日はいい ご意見いただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、じゃあ続きましてですね、平さん、平さんいらっしゃいますか？はい、聞こえていらっしゃいますでしょうか？はい、ありがとうございます。じゃあどうぞご質問お願いします。はい、お時間いただきありがとうございます、私も教育についてなんですが、大学や大学院生に対する奨学金についてお伺いしたいです。私自身今大学4年生で大学院への進学が決まったんですが、現在の日本人学生に対しての奨学金があまり手厚くないかなというふうに正直感じております。今後日本人学生に対する進学や学習への手当を出す予定はありますでしょうか？特に、私自身研究者を目指していますので、進学をするにあたって自分の学力よりも、学費をどうしようとか入試の費用をどうしようとか、お金の方が先に不安になってしまって、一度は進学を諦めようかなと思った時期もありました。そういった点について教えていただきたいです。それでは高市さんから回答をお願いいたします、はい、現在の制度はこの住民税の非課税世帯は、授業料とか入学金、減免という制度がありますね。あと給付型の、奨学金も拡充してきています。それから急にコロナウイルスの影響で家計が悪くなった場合、この場合もこの対象に、追加をされてます。で、今後なんですけれども、やはり奨学金の返還がすごく困難になった場合にこれを猶予する、こういう形の制度を計画、していきたいと思っております。次に野田さんどうぞ。こんばんは。さまざまな奨学金の制度があります。なかなかこう自分で調べていかなきゃいけないんで情報が届かない場合もあると思いますけれども、そういうところをやっぱり一元化していろんな待遇に応じた処遇に応じた奨学金でマッチできるような取り組みをしていきたいことと、あとはどうしても日本の国って連続で学んでいかなきゃいけないっていう圧があるんですけど、やっぱり諸外国見ると途中で休んで働いてお金を貯めてまた戻ってくるとか、そういうこう行ったり来たりができるし、そういうことを実は教育の中でも認めていかなきゃいけないと思います。で、なるべく自分が余裕を持って社会人として働きながらストックを作ってまた学業とか、さまざまなそういう組み合わせっていうのをこれから教育界の中で認めていきたい、認めていくべきだと、そういうふうに考えています。いい勉強してください。河野さんどうぞ。はい、外国の大学を見ると大学院生に学費を支援するだけでなく生活の支援まできちんとしてあげて研究に打ち込むことができる、そういう制度を持っている国が多くあります。日本もこれからさまざまな方面の研究開発に力を入れていかなければいけないということを考えると、大学院生の生活までしっかり支えるからしっかり研究してください、そういう制度を作っていかなければいけなくなるんだろうと思います。どれだけの、財源でスタートできるのか、それをどのぐらい拡充できるのか、いろんな論点はありますけども、方向性としてやはり日本も本当に研究開発に力を入れるんだったらそこから始めなければいけないのかなと思ってます。
岸田さんお願いいたします。はい、日本の大学においては、2020年度昨年度から、低所得者世帯については、授業料、実質 無償化する、こういった制度がスタートしています。さらにはこの返済を要しない給付型の奨学金、これもスタートしています。そして私はこの自民党の総裁選挙でこれらに加えて、提案させていただいているのが、このオーストラリアで、今実際に行われている、この制度、大学で授業を受ける際には、授業料を払わずに、大学の授業を受けられる。そして卒業後、それぞれの収入に応じて、この お支払いをいただく、HECSという制度ですが、これの日本版、導入することができないだろうか、こんなことも提案させていただいています。いろんなこのメニューを用意して皆さんに頑張ってもらいたいと思ってます。はい、平さんありがとうございました。何か今のお答えを聞いてコメントありますか。 ありがとうございます、私自身奨学金は調べて借りてはいるんですけれども、残念ながら、去年度始まった、実質ただのやつは、家庭がギリギリ対象にならなくて入れなかったり、あとはそうですね、利子のつかない奨学金も借りては限度額で借りてはいるんですけど、入学と同時に、250万返済してねっていうふうに言われてしまうと、ちょっとやっぱり気持ち的に辛いところがあるかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今本当に目の前で考えられていることですから、よくわかりました。努力は報われますから頑張ってください。はい、ありがとうございました。じゃあ続きましてですね、今度は石橋夏樹さんいらっしゃいますか。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。どうぞじゃあご質問お願いします。はい、私からの教育関係でも質問させていただきます。現在日本社会は年齢別人口投票率の割合上、高齢者の意見が反映されやすい社会構造であり、政策において教育分野など若年層と関わりの深いものが後回しになりやすい状態となっております。またですね、この社会構造が若者の投票率低下の一要因となっているとの見方もあり、日本社会は今後ますます高齢者が重視されやすい社会となるのは確実です。高齢者の方々はこうした候補者の方々はこうした高齢者の意見が反映されやすい社会構造をどのように捉えておられるのか、またこうした社会構造の中どういった教育政策を打ち出そうと考えておられるのかお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。それでは野田さんから回答をお願いいたします。こんばんは。まさに私が同じ疑問を感じて、長らく政治家をしていたことであります。今回子ども庁というのを作って、有権者投票行動をしてくれる人だけではなくて、子どもは有権者ではないけど、真の納税者ですね。消費税を払ってくれてるわけですから、かつ将来のやはり日本を継続してくれる、その保守を維持するための大切な人材なんですね。で、そこをこれまでは子どもとか女性っていうのはその自民党の味方じゃないっていう、切り捨て方もありました。でもそうじゃなく、政策として総合的に全ての人が関わっていけるような政治を作るために、今まで自民党の中には子どもの議論ってほとんどありません。単発的にはあったけれども、今後はやはり固定的に子ども庁を作ることで常に子どもを意識した政策を作っていくことで変容させていきたいと固く誓っています。次に河野さんどうぞ。はい、今おっしゃったことはよくシルバーデモクラシーなどと言われていますが、日本の人口構成の中で高齢者の割合が高くなると同時に投票率も高齢者の方が高いというのが現実です。若い方にも積極的に政治に関わってもらって投票に行ってもらわなければいけないんだと思ってます。ですから私はなるべく若い人たちの将来の年金がどうなるのか、若い人たちに本当に自分の問題だよね思ってもらえるようなテーマをしっかりと議論のテーブルに乗せて政治に興味を持ち参画してもらえるように努力していきたいと思っております。教育の面で言うと機会の平等を担保するのと同時に、これからは
その高校行って大学行って卒業してということではなく、社会人がさまざまなスキルを身につけるためにまた教育の場に戻ってくるということが大事になってくると思いますので、この全世代型の教育、これをしっかりやっていかなければいけないと思ってます。岸田さんどうぞ。はい、まず若い人たちに、いかに政治に、興味を持ってもらい参加してもらう、か、まあ、こうしたことをしっかり考えていけるこの社会の雰囲気、これをしっかり作っていかなければなりません。そうした社会全体の雰囲気の中で若い人たちに、まあ、しっかりとこの政治に参加してもらう、そして政治を考えてもらう際に若い人たちも、だんだんと年を取っていく、中年になりそして高齢者になっていく、その際に政治のさまざまな課題、医療や年金等をはじめとする社会保障ですとか、これから人生100年時代において第2、第3の人生を歩む際に、再教育、イカレント教育が必要になっていくとか、こうした自分、今は若いけれど、長い人生を考えたならば、この年齢にかかわらず、この政治を考えなければいけない、こういった広い視野を持ってもらう、まあ、こういったこの視野で政治を考えてもらうことも大事だと思っています。高市さん、お願いいたします。はい、ちょうど総務大臣をやっていた時に18歳、選挙権になりました。まあ、それが20歳だったのが18歳に引き下げられて、まあ、それと同時にもう高校生のうちから、主権者教育って言ってね、これを始めようよということになりました。まあ、少し文部科学省に予算が少なかったので、まあ、一生懸命総務省の方でも教材を作り、また今、財務大臣をやっている麻生さんにお願いをして、高校3年生の分だけじゃなくて、もう高校1年生からもその教材が、ちゃんと手に入るように、まあ、それだけの予算をつけてもらいました。で、まあ、若い方の意見が届きにくいと、いうことであったら、ぜひぜひ周りの友達にも呼びかけて、で、まあ、自分たちはこういうことで困っている、で、自分たちはこういう声を上げたい、まあ、だから選挙に行こうよ、まあ、そういう意識を皆さんで作っていっていただきたいな、そんなふうに願っています。頑張ってください。はい、石橋さん、ありがとうございました。何かコメントありますか。ありがとうございました。はい、私自身こういった教育分野について大変興味を持っておりましたので、うん、このように、ご機会をいただけたこと非常に光栄に思っております。大変勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続いてですね、小池瑞希さん、いらっしゃいますか。はい、小池です。はい、ありがとうございます。はい、スポーツ文化復興についてお伺いしたいです。今まで震災復興におけるスポーツということで東京オリンピック開催などに取り組んできましたが、今後スポーツとは日本社会でどのような位置づけで取り組んでいくのでしょうか。また行き過ぎた資本主義によってスポーツが商業主義や勝利至上主義に重点が置かれ、本来持つスポーツの意義であったり価値とはかけ離れているように感じます。候補者の皆様が、考えるスポーツの価値とはどのようにお考えでしょうか。オリンピックという大きなイベントが終わった今、スポーツの価値とは何なのか、また今後日本社会でそれをどのように活用して取り組んでいくのかお伺いしたいです。それでは河野さんから回答をお願いいたします。はい、スポーツは一つはもう広く多くの国民の皆様に親しんでもらって健康の増進に役立つということが あると思います。これはもう多くの人に当てはまることではないかと思います。それからもう一つはこのスポーツを通じた地域振興というのがあります。私の地元も湘南ベルマーレという J リーグのクラブを中心にして、様々な地域振興に役立っています。それからこのスポーツ、今行き過ぎた資本主義という話もありましたけども、スポーツが新たな産業になっている分というのも否めません。プロ野球もそうですし J リーグ、様々なプロリーグがスタートして産業となっています。でまたこの産業を中心に地域で盛り上がって地域振興にもつながる、そしてそれがいろいろな市民の皆さんに伝わって健康増進にもなる、
そうした連関があるんではないかと思っています。次に岸田さんどうぞ。はい、まずスポーツは人間が生きていく上で、体、頭、そして心、こうしたものが養われることが必要ですが、こうした人間が生きていく上でこの基本となるものをしっかり育ててくれる大変重要な存在であると思います。また自分だけではなくして周りの人たちにこのスポーツに打ち込んでいるこの姿をしっかり見せる、そうすると周りの人たちが生きる希望を感じてもらえる、感動してもらえる、頑張ろうという雰囲気ができる、こういった大きな効果があります。そしてさらにスポーツを通じて地域を活性化させる、最近スタジアム改革なんてことが言葉があります。要は地域の施設をこの活用して地域を振興させる、さらにはスポーツツーリズム、観光を通じてスポーツを大いに広げていく、こういった発想もあります。さまざまな重要な要素がスポーツには含まれていると思います。高市さんどうぞ。はい、スポーツは健康長寿社会、ということで、障害スポーツっていうのは大事だと思います。それに加えて、やはり地域振興の目玉にもなると思うんですね。ベルギーの、プロサッカーチーム、がある町なんですけれども、人口4万人ぐらいの町なんですけれども、そのサッカーチームの傘下にある NPO が、面白い取り組みをしています。もちろん、飲食とか、グッズの販売とか、スタジアムの運営とか、そういうプロとしての、仕事に加えて、学校の体育とか、放課後の、スポーツ、それから障害スポーツ、こういったことを一体的に運営してるんですね。でその経費はどこから出てるかって言ったら、その、サッカーチームの選手の、払った、所得税の8割をこう使ってやっていると、いうようなことで、なかなかこれも町の振興にもなり、今部活動なかなか教員の先生がねボランティアでやるって限界があるので、こういう使い方もあるかなと思っております。野田さんお願いいたします。こんばんは。ちょっと視点を変えて、私はパラリンピックに注目したいと思います。コロナ禍で賛否両論ある中、オリンピックが開催されたことは、パラリンピックのために頑張ってくれたのかなと思っています。これからの日本にとって、自民党にとってもそうですけど、一番の鍵は多様性だと思います。で、多様性のメンバーの中には女性もいる、障害者もいる、外国人、LGBTQ、さまざまな人がいるんですけれども、今回のパラリンピックの選手、そのアイコンの一つを見ていただくことで、次につながるレガシーを見つけたのではないか。普通に国際障害者のさまざまなスポーツがこれから日本ではその優先的に行われるであろう施設がたくさんできましたし、やはりそのイノベーションというか、その義足とかそういうことの技術力っていうのは別にその装具だけには関係なく、さまざまな人に有効だと思います。何よりも元気をもらいました。そんなことでスポーツを進めていきたい、パラリンピックの精神をつなげていきたいと願っています。はい、小池さん、今のお答え聞いて何かコメントがあればどうぞ。私自身テニス選手として活動してて、当事者としてスポーツに関わっていて、社会との関わりみたいなのが少し東京オリンピックでもうちょっと広まってきたなって思っていて、この開催後の取り組みだったり姿勢がすごい大事になってくるかなと思って、今後とも取り組んでいただけたらなと思います。ご協力いただきありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ続きまして海田さんいらっしゃいますか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあどうぞご質問お願いします。はい、私は芸能関係の仕事をしております。で芸能、文化部門はこのコロナ禍で、不要不急の扱いを受けまして、私が関わっているコンサートとかイベント事業も、ほとんど開催できなくなり、とても厳しい状況に置かれました。で候補者の皆様がこの文化芸術部門の立て直しに向けてどのような見解をお持ちでいらっしゃるか、ぜひお聞かせ願えればと思っております。それでは岸田さんからお願いいたします。はい、今海田さんおっしゃるように文化芸術に関わっている皆さん、このコロナ禍によってこのイベントの中止あるいは人流の抑制、こういったことで大変大きな
影響を受けて苦しい状況にあられるということは強く感じています。まあ、私の親戚でも演劇をやっている人間がいますが、もう全く今の状況の中でその演劇この動かすことができない、まあ、他のこの副業に励んでいる、まあ、こんな人間もいます。こういった状況の中で、この文化芸術の火を絶やしてはならないということで、ぜひ次の時代に向けて頑張っていかなければいけないと思います。そしてコロナとの共存ということを考えますと、この電子的なワクチン接種証明ですとか、あるいは陰性証明、こういったものをこの活用しながら安心安全な芸術文化のありようを考えていかなければいけない。このウィズコロナ時代の文化芸術のあり方、こういったものも有識者の間で議論する必要があるのではないか、こんなことを考えています。次に高市さんどうぞ。はい、今特に、舞台芸術もそれから音楽も、まあ、様々な、文化芸術関係非常に厳しい状況であります。でもそんな中で様々な、この支援策が取られてるんですが、まあ、現場のお声を私も伺いましたけれども、ものすごく申請がややこしい、めんどくさいと。でも精一杯、苦労して申請したのに、もう何ヶ月経ってもその申請が受け付けられたかどうかも分からない。でしかも振り込みが遅いと、それからやっぱり舞台一つ支えるのにもたくさんの方々がフリーランスで働いていらっしゃって、まあその方々の生活も厳しくなってきている。まあこういう切実なお声を伺いました。まあまずは申請、早く受け付けること、それから早く、支給すること、そしてちょっと立て直しに時間がかかる、特にまあ舞台などですね、キャスティングの必要なものについてはこの支援を延長したいと考えております。野田さんどうぞ。先ほど不要不急ということで本当におつらい、精神的なダメージも計り知れないと思います。コロナ禍でステイホームを強制されて、私たちもその外に出てコンサートとかライブとか、生活の一つであったものが奪われました。私初めてサザンオールスターズ の有料ライブコンテンツ、あれ見ました。こういうことにしっかりと取り組む人に、その、まあ、中小の人たちに、補助金とか行って、まだまだそのコロナ禍でウイルスと戦う中、すぐには外に出れないけど、あなたに会いたいと思う人に、こう、オンラインでつながっていく、その努力をした方に、やっぱりそういう支援金が行くように、前向きな、やっぱり、取り組みをしていきたいということと、ニューヨークではすでに、ワクチンパスポート、ワクチン接種によって、だんだんその文化が、シアターが開いてきましたので、私たちも行動制限の解除に向けて、しっかり医療面で担保していけるよう頑張ります。河野さん、お願いいたします。はい、一口に文化芸能といっても多分感染リスクは様々なんだと思います。クラシックのコンサート、文楽、寄席、ライブハウス、フェス、それぞれの感染リスクを考えてどういう対応をすればそれをどこまで引き下げられるのかということを明確にして、できるものから順次新しいルールでやっていくというのが大事だと思います。それともう一つは新しい形の発信というのが少しずつ出てきた。デジタルでオンラインで発信をする、あるいはアバターで入り込んでいく、いろんなことができるようになってきています。それも積極的に広めていかなければいけないのかな、そう思っております。はい、ありがとうございました。今のお答え聞いて何かコメントがございますか。皆様から心強いご意見頂戴して、とても前向きに考えられると思いました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。じゃあ次はですね、ちょっと地方創生の関係のご質問もいただいておりますので、厚見よしきさんいらっしゃいますか。はい、どうぞ。聞こえますでしょうか。はい、大丈夫です。市議会議員をやっております厚見と申します。地方創生について質問です。地方創生という言葉は曖昧な言葉であると感じます。各候補が考える地方創生とはズバリ何か、また実現のための具体的な方法を伺います。それでは高市さんからお願いいたします。はい、
地方で、雇用も生まれ、まあ、どこに住んでいてもですね、安全に、まあ、生活ができ、まあ、必要な、まあ、福祉ですとか、教育を受けることができる、で、まあ、ちゃんと働く場所があるということが前提なんですけれども、やっぱり安心で安全で、働く場所がある、まあ、そういう地域がたくさん増えていく、そういうことが私は地方創生だと思っています。まあ、そのキーになるのはやっぱり今新しい働き方、まあ、テレワークですね、それからデジタルトランスフォーメーション、まあ、いかに、地域の課題解決に使っていくか、それからまあもう一つやっぱり地産地消型のエネルギー、まあ、自立型の何が起きても、うちは停電しないよ、まあ、こういったものもしっかりと育てていく、まあ、さまざまなチャンスが地方には今出てきていると思います。次に野田さんどうぞ。私も県議会議員でありますので地方のことは常に頭にあります。国会議員になったのもやっぱり地方を良くしたい、国もう威張るなっていう気持ちで出てきました。地方分権推進法ができたけれどもまだ中途半端で、で結果としてやはり地方はどんどん疲弊し、特に人がいなくなってます。高齢化っていうのはちょっとピークを迎えてるんじゃないかと思うんですね。地方はこれからは人口減少とどう向き合っていくかということで、私はもう現実的に今ある力を使い切るということで、全国津々浦々にネットワークがある JA と郵便局をしっかりと地域のその力として行政の中に組み込んでいかなきゃいけないと思います。総務大臣の時に地方創生のメニューの中で、その地方の役割の中で郵便局や JA が入ってなかったのにびっくりしました。総合力を使って取り組みたいと思います。よろしくお願いします。河野さんどうぞ。はい、その地域のコミュニティをしっかりと持続して維持していけるというのが地方創生のゴールだと私は思っております。そのために何をしなければいけないかというと、地域の自由度創意工夫を、しっかりできるようにしていく。1741の市区町村のワクチン接種、お願いをしましたけども、もうしっかりと財源を渡して、創意工夫考えてやってくださいと言ったら、ものすごいスピードでワクチン接種ができました。当初は通知でいろいろやり方を縛ろうとしていたんですけども、もうそれじゃダメだと言って、私の仕事はその通知を廃止して、とにかく自由にやってもらう。それがこれから何よりも大事だと思っております。自由に使える財源をしっかり渡して何をするか国が押し付けない。それぞれの地域の自主性を最大限に発揮していただくというのが何よりも大事になってくると思っております。岸田さんお願いいたします。はい。地方創生の基本は、これ全国にミニ東京を作るんではなくして、それぞれの地域の個性、自然とか文化とか歴史とか、こうした素晴らしい個性を生かしていく、こういった地域づくりを行うということが基本であると思います。まあ、そのためにこの都市に地方の豊かさを、地方に都市の便利さをという形で、都市と地方の格差や、あるいは物理的、あるいは時間的なこの距離を埋めていく、こういったことを考えていくべきだと思います。そしてその一つの決め手が、今進められているデジタル化であると思います。まあ、デジタル化を進めることによって、都市と地方の時間的距離、物理的距離をできるだけ縮めていく。そのことによって、この全国にそれぞれ個性的なこの地域を作っていく。まあ、こうした日本を作っていくことができればと私は思っています。はい、ありがとうございました。今までのお答えを聞いて何かコメントありますか？本当にありがとうございます。これからも日本の明るい未来のため、ぜひ全力でよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ続きましてですね、広島の学生さんというズームのハンドルネームでございます。広島の学生さんいらっしゃいますか？はい。あ、はい。ありがとうございます。はい、どうぞ。大体の方、名前だったみたいです。え、大丈夫です。広島、すいません、名前、すいません。自分は、広島の高校2年生なんですけど、
まあ、なんか文化的だったり商業的な憧れだったりとか、また学術的な面から首都圏や関西圏への移住や就職を考えている人が友人ですね。友人も多く、その自分もそういうことを考えたりする人でもあります。コロナ禍の影響によりテレワークへの普及が今までないペースで進みました。この影響により誰でも好きな場所に住める時代になったり、先ほどの理由から若者がこれまで同様またそれ以上に流出したり、そして地方都市の過疎化がこれ以上に進んでしまうことをすごい憂慮しています。雇用云々の話もあると思いますが、地元に愛着を持ってもらい地元を支えてもらう人を減らさない、これまで以上に増やしていくための国政として何ができるかっていうのの考えを聞きたいです。お願いします。それでは野田さんから回答をお願いいたします。こんばんは。やはりその地産地消っていうのは経済に思われてるけど、やっぱ自分たちもその中のサイクルの一員だっていう自覚を生まれ育った人たちが持てるような教育っていうのは大切だと思います。例えば給食一つとってもなかなか地産地消でできないのには価格の高さがあります。どうしても給食費のコストを抑えるためにこう野菜をこう輸入物にしたりとか、そういう傾向の中でやはり小さな時から自分の生まれたところで全てその食事が賄えるとか、またはその例えば今もギガが始まってますから、外に行かなくてもその世界中をそのあなたの住んでるところからこう届くことができるとか、そういう醍醐味をしっかり味わえるために、まあそのコンテンツだけじゃなくてしっかりした通信環境、そこにいても手が届くものをたくさん作れるような地方を作りたい、そう願っています。次に河野さんどうぞ。はい、コロナ禍で、テレワークというのができるねっていうことがかなり分かったんだと思うんですね。ですからこのテレワークをこれからもどんどん進めていくために、日本中に 5G のネットワークを国主導でしっかりとまず広げていきたい。そしてテレワークをやることで東京だったり首都圏から地域に社員が出ていくような企業にはテレワーク減税をしていきたいというふうに思っております。そして地元のことを知らなければ地元に戻ってこようという気にならないんだと思います。ですからもう小学校中学校高校の時に自分の住んでる地元っていうのはこういうところでこんないいものがあるんだということをしっかりと知ってもらうというのが大事だと思いますし、北海道の例えば幌加内町のようにもうそばを作ってみんながそば打ちの団員を持ってる、うちはそばの町だみたいなこうアイデンティティがあればそういうものを人が引きつけてくれると思います。岸田さんどうぞ。はい、コロナ禍でテレワークが進んで、どこでもこの、仕事ができるということになった、そのことによって、地方は過疎化が進むんではないか、こういった質問心配だと思いますが、要はどこでも仕事ができるようになった、それじゃあどこに住むかといったときに大都市に引っ張られるんではなくて逆に地方に人を引きつける、この地方の魅力をしっかり高めていくことが大事だと思います。仕事だけではありません。この高齢者の足ドローン宅配やあるいは自動運転によって地方においてもしっかり確保する、リモート医療リモート教育、こういったものによって若者も高齢者も地方でしっかり生き生きと生活できる、あるいは地方にとって大切な産業であります農林水産業、これもスマート農林水産業という形で地方において若い人たちが生き生きと働くことができる、こういった地方を作ることがテレワークによって人を地方にしっかり引っ張ってくることにつながるのではないかと私は思っています。高市さんお願いいたします。はい、もう日本は光ファイバーの整備率で見ますとね、もう世界トップですから、もう本当に鉄道とか道路っていうのは割と田舎の方に行ったらもう駅もないとか電車も通ってないとかあるんですけれども、情報通信に関してはもう都市と地方の格差ほとんどないと思います。だからやっぱり今好きなところに住んで仕事をするっていう一つの鍵は
テレワーク、これはもう皆さんと私は意見は一緒ですね。私自身はテレワークをするためのサテライトオフィスの整備と、それからのテレワークマネージャー、まあ、どうやって始めていいのか分かんないとか、セキュリティが心配だ、まあ、こういった会社のお悩みに、まあ、答えるテレワークマネージャーを増やす、まあ、こういった仕事をしてきました。で、まあ、地方のさまざまな、課題、坂道が多い長崎で今高齢者の方がね、どんな風に楽に移動できるかとか、まあ、こういったこともDX で、研究もされてます。農林水産業もそうです。まあ、様々な地域課題解決の可能性が開けていく時代だと思います。はい、では広島の学生さん、ありがとうございました。何かコメントがありますか？いや、すごい本当に勉強になりました。あと、まあ、テレワークをですね、すごい、はい、うまく活用してなんとか地方を創生するっていうのが、すごいいろんなこと考えてくださってるんだなっていうのが分かって、はい、すごい未来もいい気分になりました。ありがとうございました。嬉しいですね。ありがとうございました。よく今回ご参加いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、じゃ続いてですね、少子化人口減少の関係のご質問もいただいております。益子すみえさん、いらっしゃいますか？益子さん、はい、あ、はい、お子様もいらっしゃいますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、大丈夫です、はい、どうぞご質問。はい、すみません。はい、栃木県の益子です。候補者の先生方に直接質問させていただく機会をいただきまして本当にありがとうございます。私は少子化対策について質問をさせていただきます。私の住む栃木県那珂川町、人口15,000人、年間出生数は約50人です。今年度はコロナの影響もあり、4月から現在までの母子手帳交付件数が20件弱で、年間出生数が50人を切るのが現実的になってきました。自治体の努力も必要不可欠だと思いますけれども、生まれてくる赤ちゃんがどんどん減ってしまうのは、国家にとっても危機的状況だと思っております。そこで候補者の先生方が、出生数の減少に歯止めをかけるべく、少子化に対してどのような施策を考えていらっしゃるかお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは河野さんから回答をお願いいたします。はい、いくつかの施策をやらなければいけないと思います。まず両親が働きながら子育てがしっかりできる、子どもを預かることがしっかりできる、どこででも預かれる、そういう体制を作らなければいけません。その次にやっぱり子育てやら家事、これ家の中で男女が平等にできる、あるいはこう3世代で生活をしていて子育ての助けがある、そういう状況を作る、あるいは家庭内でできなければ社会的に子育ての支援がちゃんと受けられるという状況が必要になってくるんだと思います。また子育てをする中で将来の学費の心配、お金の心配がなければもっと子どもをという方もいらっしゃいます。ここはやっぱり思い切って、財政的に考えていかなければいけないところだと思っております。次に岸田さん、どうぞ。はい、少子化についてはおっしゃるようにコロナ禍で妊娠控えというような動きもあり、ますます深刻になっているということを感じます。そしてこの少子化に対してはこの保育の受け皿等のさまざまな環境整備も重要ですし、また子育て世代にとって大きな負担になっている教育費や住居費の支援、これも大事です。さらにこの少子化に関しましては、この教育であったり、医療であったり、保険であったり、あるいは経済的な支援、もうさまざまなこの分野にまたがって、さまざまな施策を進めていかなければなりません。これ、なかなか少子化対策が進まなかった一つの要因として、こういったさまざまな対策を全体、横串で見るような、この体制ができていなかった、こういったことがあります。今この自民党においては、政府においては、子ども庁という、このさまざまな政策、横串に見る、この組織、作ろうではないかという試みがあります。ぜひ、こういった試みにも期待をしたいと、私は思っています。高市さん、どうぞ。
はい、まず男性の育児参加が、まあ、あんまりにも、少ないということで、まあ、今男性の育児休業の取得率が 7.5% なんですね、まあ、ちなみに女性は 83% です。ですから私はまず育児休業の取得を企業に義務付けるということが一つ、それから企業に男性の方の育児休業 の取得率の公表を義務付ける、まあ、間もなく大企業には、まあ、義務付けられるんだろうと思うんですけれども、まあ、全体的にこれを義務付けさせていただきたいと思います。それからやっぱり総合的な少子化対策が必要で、急に子どもさんが熱出したって病児保育に、まあ、連れて行きたいと言っても、今病児保育は赤字で、まあ、結構大変なんですね。だからまあここに支援をまあ入れたいと思ってます。それから多子世帯、子どもさんが多いまあ世帯に対する児童手当のまあ給付、まあ、これをしっかりと充実させたいと思っております。まあ、あとはさっき申し上げましたが18歳まで児童手当の対象を引き上げたいと考えています。野田さん、お願いいたします。こんばんは。私は今あなたがおっしゃったことのためだけに総裁選に出馬した一人であります。国民のいない日本を作りたくない、そして人口減少をもっともっと政策の中心において、そしてその原因になっている少子化を抜本的に改善することが私の、今回の一丁目一番地です。でまずはやはり子ども庁をしっかり設置する、それをすることによって予算の受け皿ができます。今日本ではその子ども家族対策っていうのはフランスが GDP の 3% ぐらい使ってるのに対し 0.67% ぐらいなんですね。ほとんどやはり使ってないに等しい。ですからさまざまなメニューを並べてもほんの少額しかお金がいかなければ全く効果がないんですね。思い切った投資をして、これからの子どもたちが虐待されない、引きこもりにならない、いじめを受けない、さまざまなことを総合的にできる役所を作ることで、遅まきながら再稼働しなければならない、そんな思いでいます。はい、マシコさんありがとうございました。はい、さっきお子さんいらっしゃいましたけど、あ、はい、ね、何歳です？何歳？5歳になりました。ね、子育てしながら本当に はい、ありがとうございます。何かコメントありましたらどうぞ。はい、ぜひ安心して子供を産み育てられる国を作っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあお名前言っていいよ。リク、マスコリク。はい、あ、マスコリクくんね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ続きましてですね、柏原陽平さんいらっしゃいますか。はい、柏です。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、内閣府のホームページによりますと30代の前半の半分、女性の3分の1が未婚となっております。私の周りもいい年になって独身、またいい年を過ぎても独身というのはかなりおります。年を取りますと子宝を当然授かりにくくなります。そのため少子化対策には若い世代の婚姻とか、まあ、婚姻世代のカップルの増加を、まあ、ターゲットした政策が大事になると思います。何かそのようなお考えがありましたら お聞かせいただければと思います。それでは岸田さんから回答をお願いいたします。はい、まあ、少子化の問題に限らずやっぱりこの日本の社会全体を考えたときに、若い人たちが希望を持って結婚し、そして家族を作っていく、こういった社会を作っていかなければならないと思います。まあ、そのためにはまずはこの経済的にしっかり見通しが立つ、こういった社会を作っていかなければいけない。社会全体として若い人たちのこの婚姻、そして未来に向けてしっかりとしたサポートができる社会を作っていかなければいけない、このように思います。合わせてこの結婚する、婚姻するということを考えますと、やはり具体的なご縁が必要です。こうしたこの縁を結ぶ、昔は日本の社会においてもですね、いろいろとそういった縁を結ぶこのお世話される方がおられました。まあ、今この新しい時代においてこの地域ですとか、あるいはこの自治体においてこうした縁を結ぶ、こういった取り組みも大事にしていかなければいけないと思っています。次に高市さんどうぞ。はい、
年越えて結婚しなかった、高市でございます。私が結婚したのは40を過ぎてからで、まあ、ございました。いろいろあったわけなんでございます。その後また、捨てられてしまいましたので一人ぼっちでございます。何を言ってるんや私は。で、まあ、とにかくこの結婚をしやすい環境ってことを考えますとね、今の日本の賃金カーブっていうのをこう見てますと、諸外国とこう比較しますとね、若い時の所得がすごく低くて、で大体勤続15年過ぎたあたりからグイーッと上がるんですね。でよその国は割とこう緩やかに上がっていくと、もう少し若い方の所得を増やしたいなと思います。あと、まあ、地方自治体なんかでも結婚お祝い金、実施してますけれども、これも地方創生の交付金なんかを使っていただいてですね、少し金額を増やしていけばいいのかな、まあ、結婚にも随分お金がかかりますので、まあ、そういったことも考えてます。野田さんどうぞ。こんばんは。私も40歳で結婚いたしました。さまざまな理由があります。まあ、この政治の仕事ではその女性であってはならないような縛りがあって、結婚なんてとんでもないと、政治と結婚しろっていうようなことも言われてきましたし、やはり仕事が忙しくなるとなかなかそういう交際とかもままならず、また職場でもそういう出会いがなかったということも事実だと思います。私はまあその後縁に恵まれまして、今は10歳の子供を育てています。で、まあ、でも50歳で産みましたから大変苦労していますが、しかし家族ができるっていうことは何にも代え難い喜びであるっていうことをかみしめています。一人でも多くの人にそのチャンス、まあその一歩をお届けできるような社会を作っていきたい。で、かつてのように結婚しなくてもいい時代になってるんですね。一人でも生きていける。そして一人でいても何ら世間からこういろいろ後ろ指を刺されない。その中でやっぱり家族を作るという一つのプロジェクトに参加しやすいような施策を皆さんと共に考えていきたいと思います。河野さんお願いいたします。はい、非常に難しい問題だと思いますが、国ができるのはまず若い方が、あるいは若い2人が経済的に安定できる、そういう経済状況を作っていくということ、働きながら子育てができるということをしっかりと明確にするということ、あるいは子育てしやすい社会になったよねということが感じられるようにするというのが、まあ、国がやるべきことなんだろうと思います。そしてそれぞれの地域で子育てをしている人が楽しそうだ、子育てをしている人が幸せそうだという状況を若い人たちにも見せられるような、そういう地域づくりをしてくれれば自分たちも子育てをしていこう、そういう思いをしてくれるようになるんではないか。国がやる部分とそれぞれの地域が個別にいろんなことを考えてやる部分と、これ両方あるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。柏原陽生さん、はい、今のお答えを聞いて何かコメントがあればどうぞ。うち3人いるんですけど、3人とも一応結婚できたらいいなと思っております。はい、どうもご参加いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあいよいよ、まあ時間もだいぶ迫ってまいりました。で、最後はですね、憲法改正についてさまざまご質問いただきたいと思っております。まず花田浩二郎さん、いらっしゃいますでしょうか。はい、聞こえますか。はい、聞こえます。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ご指名いただき誠にありがとうございます。私は憲法改正について質問させていただきます。皆様自民党所属の国会議員でおられますから、当然にどなたが総裁になられても憲法改正取り組んでいかれるものと思いますけれども、まず第何条をどのように改正すべきと考えておられるのか、皆様のご見解をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは高市さんから回答をお願いいたします。すでに自民党からはですね、党の提案として、憲法9条、また緊急事態の場合の条項の追加、それから教育、また合区の解消など提案をしております、が個人的に私が大変興味がありますのは、
12条の解釈ですね、この憲法が、まあ、国民に保障している自由や権利、まあ、これに対して一定の制約がかかるとしたら公共の福祉、という言葉が出てきます。でもこの公共の福祉っていう言葉がどうも中途半端でわからんばっかりに、まあ、これをできたら公益及び公共の秩序と、まあ、いうふうにしてですね、まあ、本当に国民の皆様の命に関わるような場合、財産、を奪われてしまうような場合、国家の、まあ、主権に関わるような事態が起きたような時に、まあ、一定程度の制限ができる、まあ、そういった形をはっきりとさせたいなというのが私の希望です。次に野田さんどうぞ。こんばんは。私も高市さん同様、すでに自民党の方で4項目先行して進めるっていうことに賛成しています。どうしても変えなくちゃならない理由は、その自民党だからではなくて、すでに70数年経って、その当時と一番違うのは、こうやってインターネットオンラインで行き来ができるような新しい国世界ができているっていうことが一点。そして日本はとてつもなく人口減少が始まっているってことが一点。この二つをとっても、速やかに、それに対応できる憲法を国民のその幸せのために届けなければならないと私は誓っています。以上です。河野さんどうぞ。はい、自由民主党が4項目について提案をしています。もちろん野党は野党でさまざまな提案があるんだろうと思いますので、国会の場で、しっかりとそうした項目に議論をして、なるべく合意がまとまったものから順次国民投票にかけていくということになるんだろうと思います。どの4つのうちのどれが一番まとまりやすいのか、まあ、これは議論をしていかなければわからないところはあると思いますけども、この4つをしっかりとテーブルに載せて、改正に向けて議論しっかりやってまいりたいと思います。岸田さんお願いいたします。はい、自民党の提案している4項目どれも現代的な意味で重要な改正だと思っています。自衛隊の明記の問題、これは自衛隊の違憲論争に終止符を打つ大変重要な課題です。緊急事態対応については災害の時代と言われている中で、緊急事態において私たち この国民の代表である国会の権能をいかに守るか、大変重要な課題です。また教育の充実、先ほど来出ている子どもの貧困と言われている中にあって、日本国憲法には義務教育の無償化しか書いていない、それで十分かどうか、まあ、こういった議論もあります。また一票の格差の問題、これ大都市に人口がどんどんこの集中していく中にあって、結果として憲法には人口割で一票 の平等をこの維持するということになっているものですから、議員の定数がどんどん大都市に集中していく、地方には議員の定数がどんどん減らされていく、こういった状況にどう歯止めをつけることができるか、大事な問題だと思ってます。はい、ありがとうございました。花田さん、何か今の答え聞いてコメントございますか。はい、皆様4候補の憲法改正に関するご見解を聞かせていただけて非常に良かったなと思っています。はい、憲法改正改憲原案の発議はですね、憲法審査会で、前回一致、また衆参衆議院100名参議院50名以上の議員定数でも可能だったかなと思いますので、こちらの方がより現実的かなと思いますので、本当に自民党に期待を寄せておりますので、ぜひ取り組んでいただく、実現していただけるようよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。立派なご意見いただきました。じゃあ続きまして、竹澤春人さん、いらっしゃいますか。はい、よろしくお願いします。はい、お待たせいたしました。どうぞよろしくお願いします。はい、日本国憲法の内容の不備、例えば9条とか緊急事態条項っていうのが改憲論の主流になっていると思います。しかし、そもそもその日本国憲法が成立する過程において、問題があったというふうに思っています。総裁選の候補者の先生方はこの成立過程の不備についてはどのようにお考えでしょうか。またその憲法改正を訴えていく上で内容の不備だけではなく成立の過程の問題についても主張していくお考えはおありでしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それは占領下における制定だったということですか。はい、そういうことです。それから国民投票は一度もやっていないと、はい、こういうことでございますか。あ、はい、はい、
わかりました。そういう観点での質問だと思います。それでは野田さんから回答をお願いいたします。こんばんは。私は夏太平洋戦争のさまざまな公文書とか資料についても見ました。まあ、そもそも太平洋戦争は偶発的に起きたわけではなく、やはりその遡ること日中であったり、まあ、日露であったり、まあ、そういう中で、まあ、起きてしまったこと、さらにやっぱり外交官との、軍務のいろいろな圧力の中で、本来の、勝つと思ってた戦争がああいう形で終結を迎えたってこと。そこで、まあ、米軍による GHQ による、まあ、占領があって、それができたことに対しては、やはり、事実でありますから、太陽戦争に負けたことが、そこを踏まえて、そこにとどまるのではなく、未来志向で、だからこそ今、私たちの手で新しい憲法を作ろうということに、私たちはチャレンジしたいと思っています。よろしくお願いします。次に、河野さん、どうぞ。はい、成立の過程、まあ、いろんなご議論があるんだろうと思いますが、この憲法で、もう数十年、我が国はしっかりと前へ進んできました。私はこの中身についての議論をしっかりやって改正をしていきたいと思っています。未来志向で憲法の議論を国会で改正の議論をやっていきたいと思っています。岸田さん、どうぞ。はい、憲法の成立の過程について、さまざまな議論があるということはご指摘の通りだと思います。ただ憲法がスタートしてから70数年間、これ時代はどんどん変化しています。憲法はその時代の変化にしっかりとついていかなければならない、こういった宿命を負っています。ですからこの成立の過程から始まって、この時代の変化にどんどんついていくためのこの改正のこの議論、これを前向きに進めていくことが大事であると思っています。あと一つ、この国民投票、国民がこの成立の過程に関わっていないのではないか、こういった指摘があります。ぜひ、この未来に向けて憲法を改正するということになりますと、国民投票必ず、求められます。国民が本格的に憲法に関わることが実現するわけです。ぜひ改正を進め、国民の憲法、しっかりと取り戻していきたいと思っています。高市さん、お願いいたします。はい、まあ、成立の現行憲法の成立の過程ということですが、1952年、まあ、日本が、独立をする前にですね、主権がない時に、まあ、GHQ の、まあ、関与を受けて、まあ、原案が作られた、まあ、しかしながら、まあ、その後、まあ、国会にも付され、一応の手続きは取ったということになってます。しかしながら、独立を、まあ、主権を回復して、まあ、わずか3年、昭和30年になりますが、まあ、この時に、まあ、自民党が立党しました。まあ、その時の立党宣言、さまざまその日に、打ち出されたものを読んでますとね、やはり主権がない中で、制定された憲法について、やっぱり自分たちの手で新しい憲法を作ろうという、まあ、非常に強い決意が示されていました。まあ、やっぱり日本人の手による日本の心を持った、そして今の時代に合った、必要な憲法を私たちの手で作りたいという思いでございます。はい、武田さん、何かございますか。ありがとうございます。その憲法改正進めようと思うといろいろバッシングもあると思うんですけれども、はい、国民はしっかり見ているので国民を信頼していただいて、ぜひ総理総裁の任期中に憲法改正を成し遂げていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではまだですね、今日100人の方がこのズームにご参加いただいておりますので、またたくさんの方がお待ちいただいているんですけども、だいぶ時間が迫ってきておりますので、恐縮ですがあと2問にさせていただきたいと、まあ、このように思っておりますので、どなたに当てるかこれからまたチャット送るんですけど、ぜひ皆さんズームの方最後までお付き合いのほどよろしくお願い申し上げたいと思います。それでは、次のご質問者はですね、ヤッシーさん、いらっしゃいましょうか。はい、お待たせしました。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。こんばんは。
この度ですね、立候補されました4議員の皆様、日夜議員活動お疲れ様です。私のご質問なんですけれども、私には、ゲイの友人がいます。男性のゲイの友人です。とても気の置けない大切な友達なんですが、もし今回立候補されました4議員の皆様は、ご自身が総理総裁になられた内閣で同性婚を認めるか、もしくは考えていないかお答えいただければと思います。できればですね、検討するというような、中立なご回答ではなく、考えていらっしゃるかそうでないかご回答を賜ることができればと思っております。よろしくお願いします。それでは河野さんから回答をお願いいたします。はい、私は同性婚に賛成です。同性婚を認めるのに賛成です。ただこれは政府として、法案を出すという類のものではなくて、国会で議論をすべき、党議拘束なしで議論をすべきものではないかなと思っておりますので、しっかり議論をして国会が結論を出すのが望ましいと思っています。次に岸田さんどうぞ。はい、私自身は同性婚ということについてまだ個人的に、結論に達していないというのが状況です。そして実際これをこの、政治において実現するかということについては、憲法との関係などさまざまな課題があります。ぜひ、この国民の皆さんと、丁寧にこの議論をしていく、こうしたもの問題意識を持っていく、こういったことは大事ではないかと思っています。高市さんどうぞ。はい、今岸田候補から話がありました通り、憲法で、婚姻が両性の同意に、よってのみと、いう文言がありますので、どうしても今の憲法では同性婚というのは、難しいということで、随分、この議論を進めようと思ったら時間はかかると思います。ただ私は一緒に住んでる、同性カップル、彼らが保護を受けられる、つまりどちらかが働いていてどちらかが扶養家族であるような場合ですね、これは法的に保護を受けられますから、こういった環境をできるだけ増やしていきたいな、そんなふうに思ってます。婚姻そのものは今できませんし難しいことだと思います。野田さんお願いいたします。こんばんは。私ももう20歳ぐらいの時からゲイの友達とずっと仲良く生きてきました。もういるんですね、そこにある人たちなんで、その人たちを幸せにしたいと願っています。同性婚に対しては賛成ですし、合わせてやはり長らく引きずっている選択的夫婦別姓についても、若い人たち の, これからの、さっき結婚なかなかしないよねって話もあったんですけど、そういうそのチャンスを広げる意味で、取り組んでいきたいし、やはりこれから、多様な日本の中でいろんな人の知恵や考え方が日本の原動力になるような、その息苦しさのない日本を作っていきたいなと願っているので、お友達にもよろしくお伝えください。はい、ヤシーさん何かコメントがございますか。いえ、大変参考になりました。ありがとうございました。はい、よくご質問いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは本当に残念申し訳ございませんが、最後の質問にさせていただきたいと思っております。最後の質問の方はですね、大井創生さん、大井創生さんいらっしゃいましょうか。はい、こちらにおります。はい、どうもありがとうございます。お待たせしました。はい、どうぞご質問お願いします。大学で憲法を学んでいるものですけども、党内だけではなく与野党でどのように合意とって改正に結びつけようとお考えなんでしょうか。また国民の理解はどのように得ようとお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。それでは岸田さんから回答をお願いいたします。はい、国民の理解、そして与野党の理解を憲法改正においてどう進めるかということですが、私はこの憲法改正について今までも熱心に取り組んでいた方々の努力、これは大切なことですし、心から敬意を表し申し上げます。しかし それ以外の方々も、今まだ随分おられるんだと思います。私は自民党の政調会長という仕事をしていたときに、地方政調会ということで地方を回って、そしてテーマをいくつか掲げて市民対話を行いました。憲法もしっかり取り上げました。その際にこの多くの方々がその終わった後、
自民党ってこんなこと考えてたんですかと、憲法改正の議論ってどういうことかと思ってたらこういうことだったんですかと言って、大変驚きとともに、良かった良かったと言ってもらった、大変手応えを感じました。ですから従来熱心だった方々はもちろん大事ですが、より広げる余地がまだまだあるんだと思います。ぜひ広げることによって、与野党、そして国民の理解を深めていきたいと私は思っています。次に高市さんどうぞ。はい、まあ、手続き的には国会で憲法審査会をできるだけ回数開いてですね、それで、まあ、衆議院も参議院も3分の2以上、まあ、合意して、まあ、それから国民の皆様に審判を仰ぐという大変な手続きが待っているんですが、ただ今の時代に追いついてない、憲法そのものが追いついてないと思う、焦るような気持ちでございます。まあ、例えばサイバー攻撃ってすごい増えてますよね。これの犯人特定したいと、思っていろんな捜査方法を試したいんだけれども、まあ、これが憲法 の, 21条通信の秘密に引っかかるからこれ以上はできないとか、それからそうですね、まあ、法人が、まあ、海外で拉致されたような時にこれをもう危ないとこ行かないでくださいよって無理やり止めることも、まあ、実はできませんね。憲法22条で移転の自由や海外居住の自由っていうのがあります。でまた、まあ、その人に行かないでくれと言ったとしてもですね、マスコミの方や、まあ、その人を救出の交渉に行く公務員の方っていうのに行かなきゃいけないってなことで、まあ、いろんな制約がありますので、まあ、皆さんにも本気になって考えて声を上げていただきたいと思います。野田さんどうぞ。反省しなければならないのは、やはり憲法に関心のない国民の方が多い中、きちっと説明をしてこなかったと思います。先に日本財団が18歳の日本人に全文を読んでもらってどうだったかっていうので半分ぐらい理解できなかったっていうんですね。それは今の国語教育の中で知り得ない言葉だったり、まあ、今もうすでに使われてない言葉もまだ散見しており、そういうところを丁寧に取り組むことと、やはりとかく集中するのが平和主義、これがその憲法によって守られていることもさることながら、やっぱり国民の日々の努力もあったんだと思います。まあ、そういうことをしっかりデータに基づいて感情的にならずに、やはりふわっと作ってある憲法なんで、なかなかそういう断定的なことがない中で改正に至らなかったけれども、やはり今は自衛官がしっかりと働ける、国家のために尽くせる線引きをしてあげなければいけないと、そういうふうに確信しています。河野さんお願いいたします。はい、今自民党が提案している改正のための4項目、それぞれが国民の皆様の生活にどう影響してくるのかということをやはり分かりやすく説明をするというのが大事なんだと思います。何か自分たちの生活と関係のない、法律論議なんだと思われないように、これはもう一人一人の皆さんの生活にこういうふうに関わってくるんですよということをやはり丁寧に説明をする、そういう情報発信をしていくということが国会での議論の後押しにもなってくるんだと思っております。はい、大井創生さん、ありがとうございました。何か今の候補者の皆さんの答えを聞いてコメントをいただけますか。最後にご指名いただきましてありがとうございました。はい、あともう残り短いですから頑張ってください。応援しております。はい、ありがとうございます。はい、それではズームの皆さん本当に申し訳ございませんが、まあ、これは、時間の限りがございますので申し訳ございませんが、今日はご質問の方はですね、これで最後にさせていただきたいと、まあ、このように思います。そして本日は憲法改正、それから少子化、人口減少、そして地方創生、スポーツ文化振興、教育、人への投資と、まあ、こういったテーマで、このいろんな議論をしていただきました。最後でございますので、各候補者の皆さんから2分ずつのコメントをお願いしたいと、このように思っております。まずは、それでは河野さん、お願いいたします。はいはい、今日議論しました少子化人口減少の問題、もう人口の問題というよりは人口の危機と言わなければいけないんだろうと思います。日本の国の持続可能性を考えたときに、やはり
地球温暖化対応と合わせてこの人口減少への対応というのが非常に重要になってくると思います。先ほどの質問にもお答えをしましたけども、この働きながら子育てができる環境を作っていく、あるいは家庭内での育児家事の分担、これが夫婦の間、あるいは3世代などの家族の間で、しっかりできる、そして財政的な心配をしないで子育てをすることができる、あるいは子育てを楽しむことができる、こういう環境を作っていかなければならないというふうに思っております。そういう中でこの当面は人口が減っていく中で、やはり人口を奪い合うんではなくて、人口が減る中でコミュニティを持続可能にしていくための地方創生をいかにやっていくのか、子育ての無償化をどんどん競い合うということではなくて、それぞれの地域でどうやったらこのコミュニティを維持し、どうやったら実質的な人口増加につながるのかということをしっかり考えていかなければならないと思います。そのためには東京一極集中をなるべく歯車を逆にして、人口を広く分散させる、そしてもう一つはこの自治体の努力創意工夫を信じて、国はしっかりと自治体に財源を渡すと同時に自治体の自由度を増やしていく、これを最大限やっていくことが必要なんだというふうに思っております。以上です。それでは次に岸田さんお願いいたします。はい、4日間にわたる政策討論会、参加させていただいて、改めてご協力いただきました多くの皆さん方、ご参加いただきました多くの国民の皆様方に心から感謝を申し上げたいと思います。合わせてこの選挙管理委員会の、新藤義孝さん、岡田博さん、本当にご努力に感謝を申し上げます。私は、この政策討論会を通じて多くの皆さんの声を聞く中で、改めてこの自民党の立党宣言冒頭にあります政治は国民のものという言葉をかみしめています。コロナ禍において多くの皆さんが大変な苦労をされておられる、また日々の暮らし仕事に対する切実な思いを持っておられる、さらにはこの政治に対して厳しいこの思いも持っておられる、本当に多くの皆さんがいろんな思いを持っておられるということを改めて強く感じました。私はこうした国民の皆さんの声をしっかり受け止めて、国民の皆さんに寄り添って堂々と政治は国民のものにあるということを言い切れる、自民党を作っていかなければならない、こういった思いを強く持ちました。総裁選挙も残りわずかですが、ぜひ我々自民党、政治は国民のものだと言い切れる自民党であるために、しっかりと戦い抜いていきたいと思います。ご協力誠にありがとうございました。それでは続きまして高市さんお願いします。はい、この4日間本当に多くの皆様ありがとうございました。皆様のご意見からたくさんたくさん学ばせていただきました。こうやって総裁選挙に出ることによって一人一人、候補者は成長していっていると、確実に毎日そう思わせていただいています。私どうしても、皆様のご協力を得て成し遂げたいこと、いくつかあるんですが、その中で地域ぐるみの、防犯教育、防災教育、それからまた、情報セキュリティ教育、それから食育、それから投資教育、そういったさまざまな今私たちの周りにある課題を、解決するような教育を、地域社会の皆様、そして学校、警察の皆様などのご協力を得て、やっていければありがたいなと思っています。文化スポーツ活動、食育っていうのは随分、前から各地域でやってるんですけれども、どうしても今さまざまな、新しい犯罪などが起こる中で、皆様を、お守りする、そういう教育も充実させていきたいなと思います。それからやっぱり日本の競争力を考えますとね、これから AI 教育も含めて非常に、重要なポイントになってまいります。 AI だってどうやって使うのって、これを
また、いろいろとアドバイスをする AI ソリューションプランナー、まあ、こういった方を育てる教育っていうのも必要ですし、まあ、大学でもできたらこう 最先端の設備を使った教育を行えるように、まあ、教育予算しっかりと拡充していかなければこれからの日本っていうのは、競争に勝ち抜いていけない、成長していけないと思っておりますので、まあ、様々なあの教育人材力の強化ということにも力を入れてまいります。本当に皆様ありがとうございました。はい、それでは最後に野田さんお願いいたします。初当選から29年目です。4度目の挑戦で初めて総裁選挙の舞台に立たせていただきました。いかにあの女性がそして、派閥を持たない人間が総裁選に出ることの難しさを痛感しています。が仲間たちによってこうやって4日間にわたり他の候補と議論を交わせたことは大変勉強になりました。私はもう一点集中、人口減少を克服する、人口減少を止めるということが自民党のこれからの皆さんへのお約束だと思います。すべての年金、安全保障、さまざまな問題の先をたどっていくとすべて人で人がいない人口減少に導いていかれます。そしてその人口減少のもとというのは少子化です。私たちは子どもを国の宝と言いながら十分なやはり手当てをしてこなかった、その国のつけが今少子化、そして人口減少、先行き日本がその世界からその投資したくなるような国かどうかというのが見えなくなっています。どうかようやくこの総裁選挙で、一番の問題点、最後になりましたけれども人口減少について、それぞれの共通認識ができました。ここから私たちは一気呵成に、この反転攻勢のため、将来の子どもたちのため、国土が残っても人がいなければ国とは言えません。そういうやはりしっかりとした日本を残していくために、まずは見えない子どものために子ども庁という省庁を作って、そこにさまざまな知恵や力を投入して明るい日本、目処のつく日本を大人がしっかり子どもと共に作っていこうじゃありませんか。本当にあの今日はあのこの4日間勉強になりました。リーダーはあるものではなくて作られるものだということを、ひしひしとあの身に感じた4日間でした。皆さんありがとうございます。総裁候補者の皆さんありがとうございました。オンライン質問者の皆さんも長時間にわたり本当にありがとうございました。時間の関係でご指名できなかった皆さんのご意見ご質問につきましては、こちらでまとめまして4人の総裁候補者にお届けさせていただきます。4日間にわたりました総裁候補者の政策討論会にご協力いただいた皆様にも心からお礼を申し上げます。それでは最後に新藤さんからお礼を兼ね、自民党総裁選挙につきましてもご報告をさせていただきます。はい、今回のこの LDP オープンタウンミーティング、国民の声に応える政策討論会、大勢の皆さんのご参加と、そしてたくさんのこの聴衆の皆さんのおかげで素晴らしいこの討論会ができたと、まあ、このように思っております。本日はですね、また2万人を超えまして、これまで最高の視聴をいただいております。4日間合計で7万8000名超えということでございます。7万8000人の集会をやったと、私たちはそのように感じています。そしてあの YouTube のみでございますが、 YouTube のみのこの再生回数もですね、毎日だいたい20万ぐらいあの、見ていただいておりますので、まあ、4日間で80万回、そして、まあ、これからずっと見てあのいただけますので、まあ、100万回を超えるんではないかと、まあ、たくさんの皆さんがですね、あの本当に真剣に関心を持っていただき、そして面白いぞと、いいじゃないかと言っていただくこともあるし、これは大丈夫かという方もいろんなご意見いただいた、それこそが国民の声だと思っております。そしてあの、まずですね、いよいよ自民党総裁選挙はあの29日に国会議員による投票で最終的に決定をされます。しかしあの党員の皆さんの
投票の締め切りは28日でございますから、まだ投票されてない方もいらっしゃると思いますので、28日に間に合うように、今回のですね討論会のこの結果を見ながらも、そして皆さんの信念に従って大切な一票を入れていただきたいというふうに思います。そしてこの我々の国会議員の投票が行われます29日には、この YouTube ニコニコ動画、それから報道各局で29日の1時から自民党の総裁選挙投開票の模様が放送されますので、そちらもぜひご覧をいただきたいというふうに思います。自民党は国民政党です。ですから党員の方、もちろんまず声を聞きましょう。でもそれに加えて国民、さらにはこの有権者でない子どもたちの声も含めて、みんなの声を受けて私たちは開かれた総裁選挙をやらなければいけない。それが自由民主党の責任だ、こう思って岡田先生と私たち選挙管理委員会みんなで考えて企画をさせていただきました。初めてのことで何かといろいろ不手際もあったと思いますけども、でも私たちはこれをしっかりやったこと、とても良かったなと、コロナ禍だったからこそできたことでもありますけども、本当に良かったことだと思っておりますし、ここにとどまらずにですね、ぜひ国民の声を聞き続ける自由民主党、しっかりやっていきたいと思います。最後にこの4名の方が、どなたかが総裁になられます。自民党の総裁になる方は、次の国会の首班指名に立候補します。すなわち、総理大臣になるんです。日本の総理大臣になる方が、この4名の中から選ばれます。そこに直接、この質問をぶつけていただいた。今回、大変厳しい4日間、お疲れだったと思いますけど、でもものすごい刺激になって、素晴らしいこれから仕事に役立てていただけるんではないかなというふうに思いますので、まずはとにかくズームの皆さんにお礼を申し上げたいと思います。ずっと参加いただきましてありがとうございました。拍手をしたいと思います。どうもありがとうございました。それから実はこの演説会やるにはですね、カメラに見えませんけどいっぱいスタッフいるんですよ。機器もたくさん並んでてですね、ズームが切れないようにも必死でみんなやってくれていた自民党の職員、それからスタッフの皆さん、また報道の関係の方もずっと毎日来てくれてましたから、その方々に今度はズームの皆さんから拍手いただきたいと思います。どうもありがとうございました。これ聞こえないわね。はい、そして最後に、4名の候補者の皆さん、本当にお疲れ様でございました。みんなで拍手をして今回閉じたいと思います。どうもありがとうございました。それでは皆さん手を振ってお別れしましょう。ありがとうございました。またお会いしたいと思います。